天のお父様、この2日間あなたが滞りなくお導きくださり守ってくださり、特にまず初めてズームオンラインを通しての断食祈祷聖会でしたが、滞りなく守ってくださったことをありがとうございます。一つ一つ捧げた祈り、そして講師の先生方から聞いたその講演、学び、礼拝、祈り、賛美、本当に神様、あなたが豊かに祝福してくださったことをありがとうございます。私たちがこの祈りを通し、また学んだことを通して、2021年何が起こるかわからないですし、また去年よりも大きな変化がある1年だろうと期待いたしますが、神様、どうぞ私たちの信仰がぶれないで、神様、さらに聖霊に満たされ、聖書に立ち、そしてあなたの御心を、そのご計画を使命として成し遂げていく私たち一人一人として、あなたが大きく用いてくださいますようにお願いいたします。この会を守ってくださり、また祝福してくださった神様に感謝し、また関係してくださった、参加してくださったお一人お一人に豊かな祝福があることを願い、感謝を持って愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げます。アーメン。ありがとうございます。